はい、ご視聴ありがとうございます。サブシリーズ63ですね。今回もねティタンスなんですけどね、ごめんなさいね、ティタンスちょっと続いちゃってということで、非常に画面がブレンブレンにブレてますけどね、多分これ持っとるんちゃうかなと思うのね、バイクで走りながらね、5万円も出してめちゃめちゃモスターバイクを買ってるんですけどねそんなことはどうでもいいですけどということでね、どうです皆さん、この畑のね中ね、こんなとこ歩くの楽ですよね。はい、もう非常に皆さんが行っても楽なんじゃないかなと思います。ただし暑いですよもうね、ぜひねほんまに行く機会あったらね、一緒に皆さんと行けたらなと、毎回映像を見るたび思います。はい、もう畑ですね。ここらはもう元々ね、ルセルのね麓やったんですけど、どんどんねこうやって伐採されてっていうことでね、伐採したら伐採したでね、ああいうことなんか植えなさいよと思うんやけどね、これこれは何ですか、これカカオかな、なんかちょっとわからへんですよね。コーヒーっぽい苗みたいに見えたんですけどね、今のね。ここはちょっとコーヒーきついよね。あんまり美味しくないコーヒー。ディスってばかり言いますけど、最初からね。はい。ということで。はい。ここのね、これ同じ木やったかな。まあ、ちょっとね、角度変えるとね、同じ木もね、分かるようになるんですけどね。はい。まあ、多分ゾウリですよ、これ。多分ゾウリ。はい。ほんでね、畑の横のね、木はね、やっぱりね、なくなることが基本多いですよね。はい。これはドローンじゃないな、これは。木肌がちょっと違うような気がしますね。はい。これは畑の日よけにしてる木なのかなと、ちょっと思うんですけどね。はい。根元にね、根元からね、枝がこうやって生えてるとね、その際とかがね複雑にちょっとねなってきたりとかして、でそこがね朽ちたりするとね、いい潤うとこが空いてるでしょ、このもう正面ね、真正面これちょっと見えてるんちゃうかな、これ。はい、あ、ね、こういうとこあるとねあんまり上に上がらないですよね。で下からね浮かして出てきた個体がねそんなに上に上がらへんのですけど、多分ねこれあんまり上に作ってないと思うんですよね。はい、あ。ただね、この辺ぐらいまで全然上がりますんでね、うちのスタッフはね。上の方にウロ空いてたらまたそれはそれで取り寄るんですけど、あ、上にもちょっと作ってるような感じですよね。はい、あ。ああ、ここ、アジですけどね。はい、今言うんかいみたいな。今言うんかいみたいな話ですけどね。ほら、ちょっと向こう見えたでしょ。ほら、言うてますね。ここらね、もう一体伐採でもう全然ダメですね。はい。ただね、この木も何年持つかなって思いますけどね。うん。ちょっとね、乾燥しすぎるんですよ、やっぱりね。うん、これ
ペアかな。ちょっとやっぱ乾燥してますよね。削れてないのかな、削ってんのかな、ちょっと分かりませんけどね。ひょっとしたらこれある程度下の方がね、あんまり樹液が出にくくなってきたら上に上がる可能性もありますしね。こいつ反対向いてますけどね。まあ大体あの樹皮の方じゃなくて、ね、こういう樹皮がねトラップ仕掛けだったら、ああこれいますね、いますね、いい感じですねこれ。そうそう、こういうとこにいるんですよね。やっぱりね、あの隠れるところがあったらね、もう当然あの体つきでね隠れるところがあったらね、あのそこへ入り寄るんですけどね。あのこれ皆さんちょっと今言うべきかどうか分かりませんけどね、あの例えばキクロとかね、でツヤクワガタとかやったら、あの枝先にいることが多いんですよね。でだいたい体、まああの枝の光が当たる反対側とかにね生きよるんで、まあ上空からはねあの見えにくいところの方に生きよるんですけど、あのね平田はね木にねトーンとついてるいうのはほとんどないです。必ずどこかに隠れる。だからねやっぱりああいう体のね平たい体をしてるんですよね。でねあの枝先とかあの木のね太い部分でもポツンとついてるとかね、枝の例えば2個の反対側に隠れて、枝の裏側ね、で葉っぱの裏側とかそんなところにね隠れてることほとんどないです。あの大概うろで、もしくは地面のねその地下茎のね根の木はね潜ったりするのがもうほとんどですね。はい、ですんでこういう隠れるところがないと個体数がねなかなか維持できひんのが現状かなと思います。ほんでどん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 木がね伐採されてるんで、まあ、そういう意味でもね、あのある程度トラップ作ってやると個体数は維持しやすいですよね。ほんでもう最近ね90アップなかなか取れへんですよね。これ皆さんこれもね顎はね伸びとるんですけど、伸びとるんですけどそんなにむちゃくちゃごっつないですよね。もう持った感じで分かりますよね。さっきのメスもちょっと土がついてたでしょ。あれひょっとしたら潜って上がってきたんかなとか思ったりするんですけどね。あ、もう一匹オスいますよね。先に取ってここに置いてたんかもしれませんけどね。はい。あのほんでね皆さん今あの枝でゴリ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 やってるでしょ。で会長がね作ってくれはったあれをね今度、送る時に一緒に入れられたらなと思うんですけど、ただねあの撮影してるでしょ。まあ撮影しもてなくて別に撮影終わってから撮ったらいいんでね、いいんですけど、あの会長が作ってくれはったね顎をねグッと引っ掛けてとかね、あれねなかなか優れもんなんで非常にいいかなと思うんですけど、一応ピンセットね30センチぐらいのピンセットはねもうこの時点でね持ってるんで、2つ後のね、アジの動画でねピンセット出てくると思います。はい、
非常に、どうでしょう、暖流化したいい土のような気がしますけどね。あのね、寝ぼてや思ったらね、あれパリオークマンのちっちゃいのとかねあるんですけど、今のは多分寝ぼてですよね。気がだいぶ乾いてますね。これは長いことあんまり生きられませんね、この木も。これね、結局周りも伐採するとね、こういうことになるんでね、いつも言うてるんですけどね。バイオームの中でバランスの取れた状態であっても、例えば、常緑広葉樹でもね、しばらくしたらやっぱ倒れるんで、寿命っていうのがね、もちろんありますんでね。こういう風に周りが伐採されるともう一挙にガッ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 と乾燥してね。そしたら乾燥してきたらね、キノコ菌にもやられる原因になってきて、で、生えごとね、倒れるんですよね。もちろん皆さん、これ、木なので、セルロースとね、ヘミセルロースの間に、リグニンがね、入り込んで、で、この木となる、おおよそね、細かい成分は他にありますけど、おおよそその3つがね、強固なね、この木の構造を作ってます。はい。それで木っていうのはね、こんだけガッとしっかりね、立ってられるんですけどね。まあ寿命は何年ってこれ正確に分かりませんけど。まあ枝で一生懸命やってますけどね。これはなかなか。だこういうところがね、やっぱりね、取りにくいところなんですよね。会長のね、引きずり出し書き棒みたいな、書きかけじゃないんですけどね、会長の作らはったの。輪っかがね、あって。で、手元でね、こう、ビュッと絞るとね、輪っかが絞れて、ほんで、こっち来なさい状態になるんですよね。ウロの奥に入ったらそれでも取れないですけどね。まあ、気終わるわけにいかんので、ほんまね、ウロの奥に入られたらもうどう、大体ほんでそんな時に限って、おっきいんですよ。ウロの深いウロができてるとこってね、大概でかいのがおるんですよ。はい、あ。で、皆さん、この後ね、この後、もうあと数分したらね、顎もちろんね、これ、怖っ。ちょっとね、画像ね、標本のね、絵をね、用いて、ちょっとご説明があるんですけどね、タイプ、標本のね、タイプのお話をね、画像ねを用いて皆さんにこの後ちょっとご説明申し上げたいと思いますんで、まあ気が乾くと当然まあ気が乾くというか下がね乾いてくるとっていう方が正解なのかなと思うんですけど、まあ2個が当たりすぎるのもどうなのかなっていうのね、年間のサイクル、いわゆるその木のね中の水分が、葉の表面からね蒸発する方が、
多い状態であれば、うん、あの木はやっぱり乾燥していきますんでね、例えばこんな、例えばダダップ、これダダップじゃないですけどね、ダダップの、これダダップやったかな、ダダップの、あの葉っぱでもね、非常にあの横に広いじゃないですか。で、やっぱり水分もね、乾燥そこからするんで、で年間を通じてね、その水分の蒸発が多ければね、やっぱりどんどん乾燥してくるでしょうね、効いてね。まあ当然水分はね、あの地下茎から吸い上げます。で、水分が全体に行き渡る、管と木の中の管ね、それと、光合成をして糖質を、循環させる管とはまた違うんですよね。はい、歯間って言うても、それぞれ違うその管で木の全体に、ね、循環してますんでね、どっちかが片一方が少なくなってもやっぱりあかんということ。ほんで木はね、保持で種の保存をするのが先で、成長するのは一番後なんですよね、エネルギーとして使うのはね。ですんでそういう条件下でなければ成長はちょっとゆっくりになったり止まっちゃったりするんですけどね、維持で、種の保存が先になるということですよね。まあ、種の保存というか、まあ気にしてみればね、まあ種子ですよね。はい。大体こういう系はあのどんぐりですからね。なかなか苦労して怒ってますね怒ってますね。あの苦労してね、こうやって取るんですけど、あのピンセットやらね、もう渡してるんでね、そうするとね、あのせっかく作ったオールをね、どんどん広げてると、またあの木を傷つけなくてもね、取りやすくなるのでね、はい、長いピンセットを送りました。はい、ツヤツヤの非常にあちゃらしい個体ですね。奥にメスがいますけどね、はい、ちょっと映像がね、重複してるところもありますけど、スタッフがね、あのいつも言ってますけど、映像ちょっと分けて送ってくるので、ちょっと重なるところもありますけどね、そこの部分はご了承いただいて、葉っぱをね、これ避けてね、これ皆さんせやけど、もうほんまにあの、まあここはねちょっと重なってますけど、ほんま 1,2 枚でしょ、葉っぱなんて、ね、すぐもう土が見えとるんでね、分解がもう非常に早いです。この葉っぱの色もいてもうても、下の方に行けば行くほどあの葉っぱが黒くなってるのをお分かりいただけると思うんですけどね、これも微生物のおかげですよね。この葉っぱのね色を見てもらったら、あのど中に近いほどこういうちょっとね黒ずんだような葉っぱに、当然なってくるんですけど、あんなところね潜っていけるんで、もうあのやっぱり平田ゆえんの体つきですよね、これ。
はい、スタッフシリーズ63、ご視聴ありがとうございました。調子に乗ってね、この動画の後に、こういうものをちょこちょこね、挟んでいこうと思いますね。で、まあ動画と、まあ関係はあるんですけどね、これ、内視下がりのね、まあ一応ティタンスの、仲間ですね。で、一応内視下がりばっかり、ティタンスでも内視下がりの、絶対的に内視下がりのパターンばっかり言うわけじゃないですけどね、当然この安岡なんかもそうですし、一番右のフィリピン、インペリアリスなんかもね、マリン・ドッケは一応ね、下がりっていう建前上ありますけどね。このね、まあご説明申し上げたんですけど、皆さんね、タイプってあるでしょ。これも全部標本ですね。で、タイプはね、あくまでね、元気さえのね、よりどころとなることが、重視される必要があるんですよね。ただ、確実にこの必ずしもね、その生物の特徴をよく表してね、典型的なものであるっていうことの必要ではないんですが、これあくまで今動物です。動物界のね。で、その動物界、微生物を除くね、その動物界ですよね。で、大体そのタイプ的にね、標本のタイプ的にいろいろあるんですけど、元気細中の扱われ方でね、複数あるんですよ、タイプはね。で、その植物界も全部入れるとなんですけどね、放浪タイプ、何やったかな、新タイプ、レクトタイプ、ネオタイプ、っていうのがね、一応、4タイプをね、学名の定義にね、直接関係しているものとして、扱ってます。ほんでね、別にね、パラタイプとかもあるんですけど、やそかいね、これはね、ホロタイプなんですよ。で、ホロタイプって聞いたことあらはると思うんですけどもね。いわゆる性基準の標本っていうことです。性模式標本と呼べますかね。本で言うと原本みたいな感じですよね。はい。でね、要はね、種とかをね、特定、種内分類群のね、学名をね、記載することにね、ついて、その元気さえの中でね、ただ一つの、明示的に指定された標本のことっていう、学術的な言い方をしてるんですけども、要は、ただ一つの、標本やということですよね。これを、この種を特定するにあたって、基準となる、ただ一つの標本っていうことなんですよね。で、動物や植物の中でもね、二つ以上のね、標本がね、指定された場合はね、これね、いずれもね、パラタイプっていうことになるんですよ。で、このパラタイプっていうのが、確かね、こいつやったと思いますね。これは、マレーの、信行です。で、一応ね、産地としては、信行はマレーと、で、ボルネオっていうのをね、分かれてますけども、これはパラタイプです。で、これはホロタイプです。だから二つ以上のっていうことで、一応ね、これ、マレー半島の方とね、で、ボルネオ方と、両方とも、図鑑に載ってるんですけど、これ、両方ともね、パラタイプですね。はい。で、こいつ、ティタノス・インペリアリスね。インペリアリスのマリン・ドッケも、これパラタイプです。これ二つ以上っていうのが、もちろんあるんですよね。これ、インペリアリスは、ルソン島の、ティタンスも、上がりですけどね、インペリアリスになってますしね。っていうことでね、他の、こまごました島々のインペリアリスもありますんで、パラタイプになります。パラタイプ標本ということになります。で、野草界のこれはね、今映ってる中で唯一ホロタイプはこれなんですよ。ね、簡単に考えてください。
その、種をね特定するにあたってただ一つの標本、これが基準になりますよっていう標本やと思ってください。でこいつと信行とでこのインペリアリスフィリピンのねは、複数ありますのでパラタイプっていうことになります。もうそういうふう単純に考えてくださいね。でですわ、で難儀な話でね、図鑑にこいつね、原名亜種ね何が言いたいか分かります、原名亜種ね、これはどちらでもないんです。まあこれは植物界でですけどね、レプトタイプいうことでもな、なそれかタイプ分けされてないもんが載ってるんですよ。うん、ほんでまあ和名はね全部載ってるんですよ。これはマレーヒラタとかね、でこれはあのスマトラヒラタとかね、フィリピン、マリンドッケとか言って、まあ、載ってるんですわ。でこれはねマナドヒラタで載ってるんですよ。かっこまあ、どこの発音か知りませんけどメナドヒラタっていうふうに載ってるんですけどね。北部基準産地の個体でホロタイプとして出せてないんですよね。で、大体ホロタイプはね、基本的に絶対とは言い切れませんけど、やっぱ博物館にね、保管されてるべきなんですよ。これ、これ事実なんですよ。本当なんですよね。で、その、資料が取れなかったのかどうなんかは分かりません。そのいきさつは分かりませんけどね。まあ一応これ、図鑑ではね、これ、何のタイプでもないっていうことなんですよね。で、この個体は、ペレントーさんの個体なんですよ。だから、北部基準産地の個体を載せてなくて、図鑑には、あくまで一つの図鑑です。5万円ほどのね、お高い図鑑の中なんですけど、その図鑑の中ではです。はい。安い、もっとそれより安い図鑑では多分載ってへんと思いますね。どうしてもね、だから九州大学の方行ってね、またこれ確認せなあかんなんですけど、これがホロタイプやったら分かるんですよ。ほしたら、例えば、スラウェシ北部のは多分基準産地にならないですよね。で、じゃあ、さっき言うた、これがホロタイプなんね。で、これがパラタイプ。で、こっちもパラタイプ。ほたら、これは、例えばこれがパラタイプにはならないんですかっていう話なんですよね。だから、ここがね、なんちゅうかな、これどう説明したらいいですかね。博物館にあるかどうか知りません。これね、ほんでちょっと確認できてないんで、まだね。ただね、大体が大体基準にしてるのがね、おおよそそうなんですよ。あの図鑑がおおよそ日本でね、おおよそ基準になってるところやと思うんですけど、それだけの図鑑の中でね、ティタヌスの原名亜種の標本がね、ホロタイプじゃないっていうのがね、これが非常に図鑑として、これここだけの話ですけど、価値下げてるんですよね。めちゃめちゃ。せめて、その種となる、亜種はまあ仕方ないですけどね、原名亜種ね、属があってドルグス属のチタヌスですね、チタヌス種ですよね。この種正面のこの種の要はこの原名亜種は一応載せとかないとっていうのがね。でこういうところも多分弊害が出てんのちゃうかなと思うんですよね。で、これほぼ言い切りますけど、今実際卸業者で、個人
僕は前一緒に言ってたね、個人の人も、全て含めてね、で日本の、何ですか、小売業者も全部含めてね、チタンス原名亜種のね、ホロタイプを間近で見た人まずいないですよね。はい。で、やから、言いたい放題というか、そうなっちゃってるんですよ。結局そうなんですよ。あれだけの図鑑に、これが、この野草界がね、ホロタイプで載ってるんですよね。これ、パラタイプでもホロタイプでも何でもないんですよ。だから、そこなんですよね。ほんで、和名で、マナドヒラタとかって書いてあるんで、余計にね、でも図鑑にはこれ、ペレントさんって書いてあるんですよ。ペレントさんってね。だから、これ余計にややこしいんですよね。だから、わかります？言うてること。マナド、和名でマナドヒラタ、カッコ、メナドヒラタって書いてあって、でもこれはホロタイプでもパラタイプの標本でもなくて、しかも、原名アシで書いてあって、産地まで書いてある。その産地はペレントさんって書いてある。いや、むちゃくちゃなんですよ。だから、多分これを基準にしてるとしか思えない。だから和名でこれ書いてあるでしょうと。図鑑に載ってますよと。だからそれを分かっててやりよるんですよ。で、なおかつ原名して書いてあって、で、例えばこれがね、裏付けとして、ホロタイプって書いてあったらね、またあれなんでしょうけどね、何も書いてないんですよね。で、ペレントさんって書いてあるから、もうちょっと、むっちゃらくっちゃらいうか、図鑑の中では仕方ないんですけど、これを悪用してるんですよ。だからこれはもう言わなくても全部わかりますよ。で、当然これは北部基準産地、スラウェシの北部基準産地ではないんですよね、この原名亜種はね。当然ね。で、当然、図鑑の中でもこれはペレントさんってちゃんと書いてあるんですよ。はい。で、産地で、基準産地だけなので、種が分かれてるわけじゃないので、っていうことなんでね。皆さん、こういうことをね、ちょっと、しっかり理解してもらいたいなと思います。ほんで、このね、サイズはね、処理をして、まあ、これ出してるんでね。まあ、野草界はね、他のより比較的やっぱ幅がね、ちょっと広いんでね、あれですけど。まあ、この大きさはね、抽象的に出してるんで、ちょっとざっくり見てくださいね。で、チタンスのこの伸び行きなんですけどね。そうやね、ボルネオの方の方が、マレーの方が大きくなります。比較的大きくなりやすいです。ほんでね、マレーの方がここをね、スマトラに似てるんですよ。ボルネオの方がもうちょっと斧っぽい感じ。もう気持ちしっかりえぐれてるんですよ。もうこれはもう微妙ですよ。これぐらいにしっかりえぐれてるんですよ。で、これもえぐれてるんですけど、スマトラよりはえぐれてますよね。でも、この幅、縦の幅が、ゲンマスの方が大きいですよね。ボルネオタイプってこういうタイプなんですよ。で、ここのね、最大内視のね、ここの幅が、ボルネオの方が少ないです。比較的ですよ。比較的で捉えてくださいね。だから、これ、信行ですけども、同じ信行でも、ボルネオの方が、パッと見、このペレントに近いかな、と思います。ですんでね、90行くの大変です。ブリードで。はい。まあ、いかんということはないでしょうけどね。はい。WF1 ではなかなかちょっとしんどいかなと思います。はい。で、これ皆さんね、これ知ってる野草界ね。これ、内視上がりもありますけどね。で、このインペリアリス、マリンドッケね。実はね、この近くにね、連絡の取れるやつはいるんですけどね。先導、スタッフに、で仕事できひんかいって言うてくれたやつがおったんですけど、
今のところまだねちょっと断ってます。で、そいつが送ってきてくれたまさにねこのタイプのやつでね、正真正銘の、マリン特権ですよね。で、一応まあ下がりこれはね多分ね中間ぐらいもちょっと出てくるかなと思うんやけど、まあこの距離を見るとまあ下がりでも下がりやねっていうのはね皆さん分かっていただけると思うんやけど、インペリアリスはあのルソン島の方も何ももう全部ねあのインペリアリスです。あとパラワン島のやつはもうあのパラワニックスなんでね、あの固有種ですけどね。ということでまあ下がってるのをねちょっと固めて見てもらいましたけど、これ皆さんほら当時のことごちゃ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 あるでしょ。でねこのこれね図鑑もあれなんですけどこれあの一応離れてるんですよね。でこれ野草界はホロタイプなんですよね。これ斜めになってでしょ斜めに多分ここであの自信持って言うてる人がおるんですけど、じゃあほんなら他のは全部野草界じゃないんかっていう話、あくまで基準です。で基準なんですけどこの形、一応ねこの形を持って、基準となるって言うてる。この基準っていうことを悪用するやつがいるんですよ。基準はあくまで基準なんですよねこれしかって言ってるわけじゃないんですよ。この個体は基準となるやつやっていうのをね、だから言葉遊びをしてで都合のええところだけを取ってるいうようなもう感覚ですわ。だからねあくまで基準は基準です。違う、形もなりますけど部分的にちょっと変わるタイプがあります。そしたらそれは、ホロタイプにももちろんなりません。もうこれがホロタイプってカチッと決まってるんでね、うん、そういう部分でこの何、斜めになってるので、言い切ったりねしてるんでしょう。あと誰かさんが知ったかぶりした誰かさんから聞いてほんで自信持って言うてるんでしょうけど、あの大体そういうやつって野生見てないです、うん、で、見てる人もおったでしょうね、僕の前に行ってる人もね。やけど、そこの分け隔て、言葉のあやでどうなるかいうのをちゃんと真剣に考えてないんです。だからあのええかげんなことパッパッパッと言うんですよ自分のその感覚でね。じゃなくて学術的にこういうふうに、例えばホロタイプって載ってたらそういう、他の、違う形もしくはこの当時がね、こんなふうに出てきた、ね、もしくはこんなふうに出てきたもしくは、ね、こんなふうに出てくるやつもあるんですよ。実際皆さんにあっちでお見せしました。あっちでお見せしたやつは、ね、ほとんどこんなんですよ、ね、なあ、 あれは野草界じゃないんかという話です。でも DNA 鑑定したら全部わかりますよ。全部野草界ですよ。はい、だからあくまでその基準っていうのをね、変に取るっていうのはこれやなかったらあかん、だから全部の形がこれなんやっていう勘違いするバカいるんですけど言葉悪いですね。だから基準です。あくまで基準っていうことをね、まあ皆さんはすっとねもう理解していただける方ばっかりやと思うんで、そういうふうにね捉えてください。でそうでなかったらね形なんか寸分たがわず全部一緒ということになります。そうすると多分、その種はもう絶滅してます。生き残れないです。そういう遺伝子の転写をしてるんであればそういう転写の仕方をしてるんであればね DNA が 100%、mRNA に転写されるということであれば、多分絶滅してます。やっぱりその余力っていうのをねその環境に合わせ応じた、生き方っていうのがあるので、そういう、遺伝情報をもとにまたその環境に応じた体を作っていくようなこれが生物です。その根本を分かってないやつが多すぎるんです。で、あんなこああいう発言が出てくるんですよね、うん、でここをねしっかり、ご理解いただけたらなと思います。はい、長くなりましたけども、次回の、60次は、4かな、はい、ご期待ください。はい、ご視聴ありがとうございました。